山本康次郎から1913年6月16日は日本の海軍軍人。日本海海戦において連合艦隊機関長を務めた海軍機関中将である。正四位勲造島、高二級。本籍静岡県。幕臣出身で1876年1月海軍兵学寮に機関科生徒として入校した。不相のり民として、 半年の勘定練習を行い大試験に合格。1879年8月、海軍機関士服に任じられた。機関士服は当時の巡視官で陛下の小医保に相当する。同時に任じられたのは森友彦六ら7名で山本の席次は6番である。1892年に海軍部官制度の改正が行われ、機関課主計課に、 将校総統官が設けられたことに伴い、海軍機関士補となる。同年中に小機関士に進級した。何は海港委員、海兵機関学教授などを歴任。1890年に海軍機関要器と題して、英国海軍機関マニュアルの翻訳を刊行した。翌年正規した日清戦争では、西京丸機関長として、公海海戦に参戦。同戦には、 軍令部長、河山助則が乗船しており、西京丸と同行した赤城艦長、坂本八郎太が戦死している。1896年には、八島と共に日本海軍最初の戦艦である富士海港委員に選ばれ、同じく幕臣出身である艦長、三浦伊を補佐して、英国から日本への海港を行った。期間大減進級後は、海軍中央部勤務となり、 軍務局機関課長として、機関術に関する、統一的な共犯作成、機関家士官の海外派遣を行っている。常備艦隊機関長を経て、連合艦隊機関長に就任。同職は艦隊における陛下以外の機関、主計、軍医の参加のうち機関課の長で、司令部を構成する重職である。連合艦隊機関、三笠に上官し、公開改戦。 日本海海戦に参戦。後者では負傷したが、戦闘配置に復帰し戦った。戦後は、海軍機関学校校長、関西本部第四部長などを務め、機関学校長時代には、海軍機関学校生活を完光した。日本海軍は、日清戦争において、世界で最初となる、起草軍艦による戦闘を経験し、機関化の地位は徐々に高まっていた。日露戦争においては、 旅順航閉塞作戦実施要員に、機関下院から大量の志願者を出し、実際に作戦行動に従事。また機関下士官が一部指揮権を行使するなどし、陛下より低かった機関下の地位向上につながってゆく。1906年に、機関総監は、機関中将と機関少将に改められ、山本は、機関少将となった。 しかし機関歌士官は未だ将校総統官であり、制度上将校と認められるのは1915年12月のことである。戦艦、富士日本海海戦に出撃する連合艦隊、海軍諸評艦隊の折組一名表、第13号軍艦三笠市商社人名表。ありがとうございます。